Thank you.
ありそうじゃねえか。任せてくれ。みんな、行くぞ。よっしゃ。ほらよ。任せて。そこ。私の番です。分析を開始し、情報を入手しました。行くぞ。
やっと。Thank you.
私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。私の番ね。俺の番だな。
Thank you.
力だ。
まさか全員行方不明になってるなんて。嫌な予感的中だな。自発的に消えちまったのか、それとも拉致されちまったのか。現時点では情報が少なすぎて、どちらの可能性も考えられますね。失踪した5人については氷山の一角かもしれない。クロスベル市全体ではかなりの人数が失踪している可能性が高そうだな。ええ、一体どれだけの人たちが消えてしまったのか。どうする、ロイド。一人一人を探すってのはさすがに難しそうだぜ。ああ、こちらの手が圧倒的に不足している。こうなると上からの圧力で一家が動けないのが痛いな。でしたら二課のドノバン警部に相談してみてはどうでしょう。以前手伝った貸しもありますし。いや、難しいと思う。ダドリー捜査官がわざわざ支援課を頼ってきている以上、二課にも圧力がかかっているはずだ。なるほど、確かに。となると広域防犯課も状況は同じでしょうね。警官隊のマンパワーが使えればすごく助かるのだけど。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。おい、新米ども、まさか何かしでかしたんじゃないだろうな。え、もしかしてその声はダドリー捜査官ですか。もしかしても何もない。お前たちルバーチに何かちょっかいをかけなかったか。いえ別に。現在は薬物捜査の方に専念していますから。あ、何かあったんですか。あったも何も、連中の事務所が何でもない。何もしてないなら構わん。そのまま捜査を続けていろ。ダドリー捜査官から何かあったの。いや。なんだそりゃ。露骨に怪しいですね。ルバーチェ商会で何かあったんでしょうか。可能性は高そうだな。これ言ってみるしかねえんじゃねえのか。そうね、抗争には関わるなって釘は刺されているけど。失踪者にマフィアが絡んでいるなら大義名分は立つのではないかと。なあ、ルバーチェ商会に急ごう。見張りが一人もいないわ。ああ、昨日見た時は普段より多かったくらいだが、しかし争ったような形跡はねえな。ああ、もしかしてヘイユへの報復があったのかと思ったけど。ディオ、どうしたの。静かすぎます。建物の中から人の気配が感じられないくらいに。え、正確には一人中にいるようですが、それ以外は全然感じられないというか。おいおい、どうなってやがるんだ。中にいる一人というのはダドリーさんの可能性が高いな。よし、念のため中を確かめてみるか。どうなっている、ルバーチェめ。何をしようとしてるんだ。お前たち。やっぱり中にいたのはダドリーさんでしたか。おいおい、一体どうなってんだよ。首を突っ込むなと言ったばかりだろうが。お前たちは薬物捜査の方に専念していれば。お言葉ですが、そんなことを言ってる場合でしょうか。やっぱり中に誰もいないみたいですね。先ほどから大声で呼んでいるが、誰一人として出てくる気配がない。かといって争った形跡があるわけでもない。一体どうなっているかこちらが聞きたいくらいだ。確か一家は
ルバーチェの動向を監視していたはずですよね。マフィアたちがいつ消えたのか把握できていないんですか。昨晩警察本部に犯行予告が届けられた。クロスベル空港に爆発物を仕掛けるという予告だ。爆発物？そんなことが。急遽一課の人間が集められ空港での警戒に当たることとなった。上からの指示でルバーチを監視していた人員をそちらに回すという形でな。それで監視が引き上げた後に消えちまったってわけか。怪しいですね。その爆発物の予告はどこまで本当なんでしょうか。さてな、上の連中も一体何を考えている。どこまで警察の誇りを踏みにじるつもりだ。ダドリー捜査官いずれにしてもこのままでは何が起きているのか把握することすら困難です。ここは建物内部を一通り調べてみませんか。おい、警察とルバーチの微妙な関係はもちろん自分も分かっています。捜査令状がない状態で矢探ししたらどんな反撃材料を相手に与えるか、そのリスクも承知しています。ロイド、だったらなぜそんな無謀なことを言い出す。それどころではない状況になっている可能性が高いからです。昨日から今朝にかけて明らかになったことをお伝えします。信じられん。その教団の話は聞いたことがあるが、てっきり壊滅したものかと。いや、しかしことは人命に関わる話です。もしかしたら失踪者たちの情報がここに残されているかもしれません。ダドリーさんが納得できないのならせめて俺たちの、いや俺の独断専行をこのまま見逃してくれませんか。おいおい、自分一人で責任をかぶろうとしてんじゃねえよ。当然私たちも付き合うわ。支援課が取り潰されたとしても見過ごせる状況じゃないもの。ええ、一蓮托生です。みんな血は争えないものだな。その強引さ奴にそっくりじゃないか。ね、違法捜査による証拠物件は法的な証拠能力を認められない。連中がどんな証拠を残していても見て見ぬふりをする必要があるぞ。それは構いません。今必要なのはこのクロスベル市において何が起こりつつあるのか、それを見極めることですから。一丁前の口を聞くだが、それが分かっているならとやかく言うつもりはない。せいぜい足手まといにならないようついてくるがいい。その見逃してくれるだけでは。この状況、お前たちのようなひよっこどもに任せきりにできるとでも思うか。今からお前たちには私の指揮下に入ってもらう。全ての責任は私が持つ。反論は許さん。ダドリーさん、やれやれ、ほんと素直じゃないっつうか。やはり照れ隠しの一種ではないかと。へえ、うるさい。まずは建物内を一通り捜索していく。異常があればすぐに報告しろ。はい。